時は平成21年夏、下道衆の中の下道衆、腐れ下道衆の大軍がこの世に侵攻。その数およそ1万。率いるは腐れ下道衆の頭目油目満腹、この世を守らんとする真剣者は総力を挙げてこれを迎え撃つ。天下分け目の戦いである。戦いはすでに3日目。岩を削る波のように押し寄せる満腹の大軍の前に真剣者の疲れは色濃く、今や水切れによる撤収だけが彼らの休息となっている。真剣者の敗北は決定的かに見えた。殿、初代秘伝ディスク、ようやくありかが分かりましたぞ。マジで？初代秘伝ディスク、その名の通り初代真剣者が使ったディスクである。300年前、初代真剣レッド芝烈道はこの秘伝ディスクを武器に油目満腹と戦い封印することに成功。しかし戦いの後行方不明となっていた。その初代ディスクさえあれば一気に。私が早速。わしは源流神社。あ、敵陣の中、どうしよう。行くしかねえだろ。今は余計な戦いは避けた方がいいかも。私たちはこれだし、元太も折り紙のダメージがひどくて動けないしね。早く元気になってくれよ。これ以上戦うのはきついかも。満腹もそう思ってるだろうな。俺が満腹ならここで一気に叩く。多分明日にも。やっぱり神社に突っ込むしかねえよ。ディスクを手に入れて奴を封印する。俺たちに残された道はそれだけだ。そうだろう。ああ、ただ体力温存でいきたい。龍之介、琴葉、何か思いつかないか。こういうのは少しずれた発想の方がいい。え、いや、私はそれほどずれている方では。うち、龍さんにはかなわへんけど頑張ります。あ、そう。明日総攻撃。満腹、貴様すっかり大将気取りだな。ずうずうしい。血祭り道国のおかげで目覚めたのを忘れたのかい。もちろん承知しておる。あの憎き真剣者の子孫どもを片付けた後は人間の世界は道国となり。人間の世界は渡すというんだね。家臣への褒美でござる。家臣だと。面白いじゃねえか。いや、これはご無礼。冗談が過ぎ申した。反復よ。てめえが真剣者をやってくれるというならありがてえ話だ。せいぜい頑張んな。これは過分なるお言葉、痛み入る。おい、こんなんで大丈夫なの？ほら、まずいよ。おい、なあ、
マジかい。なんで通じてんの。なぜなぜなぜ。なぜなぜなぜ。なあ。確かに龍之介ってことじゃなきゃ思いつかないかもね。これが初代秘伝ディスク。よかった、これでなんとかなるね。どうかした？これは正しくふさわしき者、いずれ力を目にする。なんやろ今の。多分初代真剣レッド。しかし殿、ディスクに入っているメッセージは今のだけですか？ああ。そんな、満腹を倒す武器は入ってないの？そんなわけねえだろ。俺たちに託したんだろ、初代は。正しくふさわしき者、いずれ。いずれとかじゃなくてさ、今いるんだよ。頼むから、満腹を倒す力教えてくれ。なあ、頼むよ。マジかよ。ふざけんな。千秋。ごめん。タケルも悪い。これが最後の切り札だったからな。さすがにへこむか。殿様。見つからないうちに。みんなを怪物から助けてください。父さんもお母さんも助けてください。お願いします。します。もう大丈夫？うん、行こう。お願いされちゃったね。神様じゃないっつーの。そうや、神様にはできひんもん。うちらがやらな。ああ、迷う必要などない。私たちはただ人を守るために。うん、タケル。ああ、出陣だ。はっ。すげえ数だな。隠れて出てこぬだろうと思ったが、いい覚悟だ。いいか、侍の本部は討ち死ににあらず。狙うは油目満腹の首一つ。スローガン一筆登場。芝、タケル。同じくブルー、池波龍之介。同じくピンク、白石真子。同じくグリーン、アリチアキ。同じくイエロー、花織琴葉。天下御免の侍戦隊真剣じゃ、はい。ここに。Let's go!
ここは私たちにお任せを。敵の大将真剣だと満腹の時に殺される前に俺と悪いな。あいつは今お前の相手しておると暇じゃねえ。いやいやいや心配すんなって。俺が面倒見てやる。いらっしゃい。一貫健三寿司屋引っ込んだ。武士の情けだ。腐れ慣らしなどではなく、拙者自ら地獄へ送ってやる。恨むなら、拙者を完全に葬れなかった先祖を恨め。正しくふさわしき者、いずれ力を目にする。力を目に。真剣レッド、あの世で先祖が待っている。力を目に。殿様、殿、タケル、正しくふさわしき者、いずれ力を目にする。やっと分かった。これが初代レッドの俺たちに託したディスクの力だ。こいつの体に封印して。バカな。そっか、正しくふさわしきものだけど見つけられる力ちゃんと伝えてくれたはったんや。レゲ同士、
折り紙大変化。二の目か。スジヤ、真剣ネットを死なせるなよ。あー、の野郎、俺が今折り紙使えねえこと知ってて言ったよな。絶対みんな負けんな。レイクー変えたけあり。あの真の姿だ。そんな嘘だろ。くらい。未来の真剣レッド。一代で叶わぬ敵も時を超えて力を合わせれば。初代、時を超えて力を。そうか、受け取るだけではなく私たちの力も初代と一緒に戦うってことか。それが満腹を倒す力になる。ああ、おのれ、二度も封印されてたまるか。封印じゃない、お前を倒す。サムライ行くぞ。最後はみんなで一緒に歌おう。人のために強く戦う気持ち、真剣、見返りはしない、がむしゃらどっち、見事にまた成敗、呼ばれて照れ笑い、5つの本気を合わせて、わっしょい。